孫悟一件は、日本の江戸時代後期に朝廷と江戸幕府との間に、発生した、官員の宮や助人新王への孫悟贈与に関する、奮起事件である。孫悟事件とも言う。第119代、広角天皇は助人新王の子であったが、小桃祖の天皇が崩御した時に、巫女がいなかったためにその容姿となって即位したことにより、父よりも位が上になってしまった。 しかも、緊中な三国諸覇とにおける親王の序列が、摂関家よりも下であり、天皇の父が進化である、摂関家を目上としなければならないことに対しても、天皇は不満を抱いた。だが、緊中な三国諸覇とは、江戸幕府にとっては、初代将軍、徳川家康が定めた祖法であり、その改正は、幕府の威厳を傷つけるものとして拒絶してくることは目に、見えて明らかであった。 そこで、降格天皇は助人親王に対して、大乗天皇の尊号を贈ろうとした。1788年に、公家の中山愛信らが幕府に通達すると、老中、松平定信は行為についていない人間に皇后を贈るのは、先例のない事態として反対する。朝廷では、徳川時代以前のこれを持ち出し、朱子学を正当とする定信と対抗し、 蝶幕間の学問的論争に発展する。1791年12月、天皇は軍議を開き、参議以上40名の区行のうち35名の3位を得て、孫号宣言の強行を決定する。この事態を憂慮したのは、全官白で、助人と新郎の実定でもある、高塚佐タスであった。助平はこのままでは、 朝廷と幕府の全面対決を招いてスケヒ王新の身にも危険が及ぶと考え、貞信にことの次第を告げて、尊号を断念させる代わりに、スケヒ王新の待遇改善を求めた。貞信は、大政委任論を根拠に天皇に代わって幕府が公家を処分できると主張して、中山愛信、大木町広明の公家に処分を下し、また九州で活動していた。 金納家の高山彦九郎を処罰した。金納派の目と徳川家が貞信に賛成すると、助平と小桜町上皇の説得を受けて、天皇もしぶしぶ尊号一件から手を引いた。貞信も、助人木と新に戦国の家造をする等の、待遇改善策を行うことで尊号の代償とした。だが、行為についていない人間に皇后を送る令和と 高くラインやアトスコーインという先例が存在している。無論石学のサ信も承知のことであり、これについては上級のラインや将兵の一等という非常事態が生んだ産物で太平の世に挙げる先例ではないと述べている。サ信は完成の改革によって爆藩体制の再建を進めていく中で、その思想的根幹である朱子学を保護して完成医学の木にや、 諸子横断の金を打ち出していた。趣子学は儒教の中でも大義名分や仕組みへの、ただし、君心の別を重んじる学派であり、特に日本では本来儒教が特目として最も重んじていた、項以上に重要視された。この問題は言うなれば、ただしと項の衝突であり、陽明学や古学、尊能論などの反趣子学的な動きを、 抑圧するために強行策を取ったことも考えられるのである。また、同時期に十一大将軍、徳川家成は、実父の一橋春貞に対して、王御所の尊号を送ろうとしていたが、貞信は朝廷に対して尊号を拒否している手前、将軍に対しても同様に拒否をせざるを得なくなった。貞信にとって春貞は、御三教の一人として、 将軍位を狙える立場にあった自分を白川藩へと放築した政敵であり、春貞が大御所として権力を掌握することに危機感を抱いていた。貞信としては、春貞の大御所就任を阻止するためにも、助人と新納への大乗天皇宣言を拒否すべき立場であった。しかしこれにより、家なりの不況を買った貞信は、後に失脚することとなる。 さらに天命の京都大化後の代理債権の際に財政問題などを理由とする定信の反対論を押し切る形で朝廷が古式に則っ,った代理債権を行い結果として幕府が莫大な出費をすることになったことも定信の朝廷に対する不信感を強める一因になったと言われている。孫悟一件については早くから直視として江戸に下った中山愛親が 江戸城の家なりの前で堂々たる講義をしたという伝説が生まれ、半汗広く、中山東下記、中山電気といった小説が密かに書かれている。完成医学の金などで思想統制を行った佐信だが、庶民の間での風文には無関心であり、これについては何だ統制を行わなかった。庶民に対しても厳しい倹約策を行った佐信が、 失脚すると、中山の伝説は、定信失脚のきっかけと捉えられてますますこの風潮が強まった。こうした小説には、高等無形な記述が含まれるものの、当時の朝廷や幕府の内情を取材したと思われる記述も含まれ、中には、高騰や、朝幕関係の歴史から話を始めるものや、高塚佐助平や松平信明を求断するもの、 貞信と対立するという風説のあった岡山藩主、池田知政を登場させたり、水戸徳川家の勤労ぶりが強調されたりしたものなど、当時の朝廷や幕府の実情を取り入れながら様々な展開が行われている田中明流によれば、こうした書物は同名の一本を含めると103種類の作品が現存している。貞信の,の失脚後も、尊悟の件は認めなかったものの、 公格天皇の命にあたる官員の宮家の信子女王を天皇の有志にする権や金利から官員の宮家に経済支援を行う権に関しては幕府は条件をつけながらも基本的には公格天皇の意向をほぼ認めており天皇も上位直前に家なりに対して行意ともに幕府が多くの信事や 九時の再建に協力してくれたことを感謝する書状を送っている3月15日上など、降格天皇と江戸幕府の関係は良好なものであったという。助人親王は明治天皇の直接の祖先にあたるということで、1884年に吉光天皇の死事と大乗天皇の称号が送られている。また中山愛親にも同年11位が送られている。 ありがとうございます。